ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりました、ミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1 メガヘルツ FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのキラこと南キラと、サッチーこと音のサチと、ナナちゃんこと山本ナナミと、リョンことイラリョウカの4人がお送りしてます。せーの、始まるばーい。始まりました、ミルクセーキ大作戦。イエーイ。いやー、大晦日だよ、ね、今年ももうあと数時間で終わっちゃうよ、とか言ったけどさ、収録日あのクリスマスイブなんですめちゃくちゃ言うな言うな、めちゃくちゃイブなんよ、全部言うな。そうやけん、なんか正直まだ年末年始のなんかメンタルマインドを作れてないかなって感じで、せめて大晦日イブぐらい分かったよね。そうね、なんかまだ鈴が鳴っとんのよ、ことはまだ鳴ってないよ、おことはね。シャイシャイシャイって感じよね。もう26日でみくちゃんも卒業しまして、はい、はい、今日まだしてないんやけどね。そう、まだしてないよ。だからいろいろ難しいわね。だけどみくが悲しそうに帰っていきよったはい、今日からはミルダイこの4人でお送りしていきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。はい、はい、というわけでこれをお聞きの皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス 0957-27-0840 27-0840 メールアドレス niji@771fm.co.jp niji@771fm.co.jp FM 諫早のホームページアプリからも受け付けをしておりますので送ってね。待ってます。それではここで聞いてください、ミルクセーキで手をつなごう。
めの今日はドゥルルルッドゥーンフリートーク。何何今の VS 嵐。そうそう、なんかあのコーナー紹介が入ってくるみたいな。だよね、今 VS 嵐だったよね今。意識はしてないけどね。意識はしてないけどね。はい、ということで久しぶりのフリートークです。はい、多分リュウカ入って初フリートークじゃないかな。え、嘘ついたかな。1週目はでもフリートークなんじゃない。違う、それテーマトーク。あ、そう、5週目だけ。そうか、一応区別してるからね。そうか。あ、初めて初めて。でフリーだから本当にフリーなのよ。だから今何も決めてないじゃん。いや、おらんはおらん、すまんすまん。よかった、っ初めてっす。初めて。どう、初めてのフリートークいいよ、喋って。本当に。いや、勝手も分かってないがさ、フリートークとテーマトークの違いも多分正直よく分かってないぐらいよ。すごい無茶ぶり。ごめんね。テーマトークはこれについて話しましょうっていうテーマがあって、あるけど、うん、でもフリートークはないの。もう、好きに喋れよ。光って喋る。そう。でも大晦日よ。ねえ、ねえ、去年の大晦日何してたの、りょうか。だってミルクセーキじゃなかったじゃん。そう、何してた、何してたんだろうね。でも毎年ずっと家族と過ごしてるから、もう家族とね、ぬくぬくして、ぬくぬくして一緒に年越すタイプ。そう、あ、なんか一緒にジャンプとかしてるの。あ、いいね。家族で、そう、え、ママと一緒に、泊まろうぜみたいな。めっちゃいいじゃん、羨ましい。いや、私ママ知ってるからさ、今めっちゃママが私の中でめっちゃジャンプ年越しジャンプしてる。え、そう、ママそんな感じの人だから。かわよ、いいな、かわいいの。私実家に帰っても年越し一人だもん。おばあちゃん家なんですよ、基本的に、うん、寝ちゃうから先に、うん、絶対で、お休みって言って、私は一人で桃色歌合戦見て、うん、年越して後から寝るっていう、うん、で朝起きて明けおめみたいな、うん、あ、じゃあおばあちゃんたちは年越しの瞬間は寝てる、寝てる寝てる、うん、寝てる寝てる、早い早い。おじいちゃんとかもう早い、すっていなくなる。すっていなくなる。実家には来ないでって言われるから、アパートで狭いんですよね。で、なんかもうお母さんお父さんバタバタしてるから、うん、もう来ないでって、来ないで、ばあちゃん家行ってって言われるから、ばあちゃん家行く。あ、そういうことか。そう、キラ何してんの。私はね、何、ママは寝る、ママは寝る、うん、すぐ寝る、うん、けど、あ、けんお父さんと年越しとるかな。あ、なんかボゴゴーってボゴゴーってもうテレビ見ながら、うん、見てるようで見てない。そう感じ、うん、でこう見て、うん、おめでとうってみたいな感じかな。大晦日でもそれも良くない、なんかさ、ゆっくり、うん、なんかこう、ね、本当に、あ、一年終わったね、うん、始まったねみたいな。でも夜だけよ、昼まではみんな働いとる、うん、そうね、そう、働き者家族やけ。もう、あ、そうね、そうそう、うんうん、昼までは働いて、うん、夜だけバッて集まって、うん、お母さんすぐ寝て、うん、でお父さんと私だけ夜更かしして、うん、って感じよね。いいね、いいね。ななみ家は、ななみ家は結構そのジャンプとか私もしたいけど、うん、他の人はしたがらない。テレビはみんなで見てる、うん、紅白やったりとか、うん、ガキツカとか、うん、何かしらテレビは見てて、うん、紅白とか、うん、年越しのテレビは、うん、見てて、うんうん、そういうのって大体カウントダウンがあるから、うんうん、それでジャンプしたいけどみんなは乗り気じゃないから、うん、私だけ飛んでます。飛ぶんや、うん、やっぱり飛ぶんやな。で神社にいる時もある。あ、神社の年越しはあったかも。確かにやったことある。初詣的な、うん、夜中に行きたいから。あ、そうだよね。でもママとかは結構朝に行きたい派で、もう夜だから寝ようっていう派だけど、うん、私はもう夜中に神社にいたいから、うんうん、なんで夜中に行った。夜にドライブするの大好き。あ、そうだ、分かる分かる。だからそれ移動するまでの時間とかめっちゃ好きで、うんうん、でも神社めっちゃ混んでない、年越しの時、うん、やばいよね。一回太宰府で年越したことあって、すごかった。太宰府多そう、うん、お父さんと2人やったんです、その時。あ、その話聞いたことあるね。あ、そう話したことある、うん、で、なんか前がね、結構パリピがおってね、うん、なんかね、電話しながら年越し始めて、お父さんとちょっとイライラしながら。あ、その、何、参拝に並んでる時みたいなこと。そう、並んでて、ちょうどね、もう一番手前の、まだ橋渡る前、赤い橋渡る手前のところらへんで止まってたよ、年越しの瞬間、うんうんうん、前の若者がさ、ウェーイみたいなテレビ電話し始めて、ちょっと二人でピリピリしながら年越しました。だってお相撲さんもめっちゃ多いし、佐賀の祐徳とかも多そうだね。でも綺麗だよね、祐徳ね。めっちゃ綺麗。いいな、そういうのも。千と千尋みたいな。そうそうそう。あ、佐賀の鳥居がすごく綺麗。でもさ、年末にさ、見るテレビ決まってるのよくない？みんなで一緒にテレビ見るのって羨ましいんだけど。なんで？あ、みんな寝てるからってこと？いや、違う。なんか仮に年越しても見たいテレビがみんな違うの。あ、家族で？そう、紅白見たい人、うん、ガキツカ見たい人、ももクロ見たい人、うんうん、ジャニーズのカウコン見たい人、うん、もう4人家族全員バラバラなの。
だからもうみんなバラバラ、なんかジャニーズカウントダウンやってるんだ。カウントダウンコンサートか。カウコン。カウコン。で妹はそのジャニーズオタク で、うん、でこう本当に私たち4人家族みんな趣味が違くて、それぞれにめっちゃオタクしてるから、うん、もうメインのテレビがキツカついとってみたいな。でコマーシャル入ったら紅白に変えて、でも私あれだよ、うちも全部違うけん、うん、家のテレビ総動員プラス一、うん、つのリビングのでかいテレビは2画面に。あ、2画面。2画面したことある。そう、2画面で片方だけ音声にして、ね、もうジャンガチで、うん、音声で片方の音声にして、ね、でテレビ私3つあるけ、うんうん、もう総動員で見たいとこに行くみたいな。それめっちゃ面白そう。大晦日サーキットフェス。なんかあれみたい、みんなのさ、裏、違う、もどきの後のツイキャスみたいな。ちょっとななみんとこに行ってね。そうマジでそういうことをしてた年もあったね。私がまだ若い頃は。若い頃は。もう今は？もう今も関心がない。そのテレビとか年末とか年始とかに関心がなくなったけん、うんうん、もうそんなことないけど、勝手にもボクシングでも何でも見ろと思うけど。ボクシングね。そうそうそう、ボクシングあれ。じいちゃんボクシングや。お父さん見えたがるよ、うん、それ、うん。でも私はさ、何やばいって思うわけや、うんうん、小さい頃はね。うんうん、やけんか喧嘩しよったね。そうね、ボクシングからの年始の駅伝やろ。そうそう。でお母さんはね、駅伝を見たがるんや、うん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 、なんやもうほんと。で私はでも子供やけんさ、ガキツカ紅白とか見たいわけよ、うんうん、見させてくれんけんさ、うんうん、もう喧嘩。今年って逆ガキツカないんだよ。ないんだよ、ね、なんか残らしかね。ないよね、確かね。なんか面白くて何いいな。じゃあ今あったこ何て言った今。面白かったのにってことだ。地上波は紅白だけ今ちゃんと。紅白？紅白？ちゃんと年越しライブみたいなするの。ガキツカの後になんかお笑いの人たちがずっとやるみたいなのが、うん、だからガキツカの時間帯はちゃんと別の年越し番組があるんですか。あるんじゃないかな。え、ガキ使っ、今年がないだっけ、それともなんかもうもしかしたらないかもしれない。えー、そうなの。今年がないんじゃないかな。あ、そういうこと。だから一回休止。でもなんか難しいよね、撮影とか。だってもともとはあれ収録じゃない、うん、だけコロナとかでさ、もともとが難しそう。いやね、あれ生でやってた。かわいそう。トラブルしかない、トラブルしかない。すいません、入って。私ずっとずっと誰かと語りたかった年末年始のことがありまして。誰かとは、誰か、いや分かんない、誰でもいいんです。誰かに、あなたはどう思いますかって聞きたかったんだけど、うん、年越しそばっていつ食べるの。食べない。夜ご飯。いや夜ご飯じゃないの、夜食だな。夜ご飯の時間にそば食べる。年越した後に食べる。年越した後かな。あと？え、初めてジョヤの鐘じゃなくて、なんだっけ、ジョヤの鐘、うん、あのゲン、3、2、1パーンってなった時から食べ始める。うん、年越した瞬間から食べ始めるってこと。そうそうそう、うん、で、みんなもテレビ盛り上がったじゃないですか。もう2021年イエーイみたいな。で、そこでチュルチュル始める。 お母さん準備そのタイミングでパッて出さないかも。いや、おばあちゃんがもう置いててくれて、うん、時間になったら温めて食べなさいねって置いててくれて、うん、で私の場合は去年とかはそうだった。あ、そうか、おばあちゃん寝てるから。寝てるから。で、その、ももクロ見てるから、かのこちゃんが、なんか、年越しジャンプした瞬間に、エビゾリで年越すから、年越しした瞬間に、あ、食べ始める。え、りょうかもそれ？え、私は、もう年越した後に、もうママが台所行って、りょうか食べる？みたいな感じで、言って、もう用意してくれるみたいな。あ、そっから、そっから、準備をし始める。そうそう。あー、そういうことね。で、ななみがの晩ご飯はさ、私は、31日の晩ご飯でしょ？ 31 日のその日の夜の、その、8時とか9時とかの夜ご飯の普通の時に、お寿司とか置いて、うん、年越しご飯みたいな。あ、だらだらずっと食べるみたいな。そこにそばがあるの？そこにそばがある。あー。で、違うでしょ？いや、林だけは？林だけは、ご飯食べて、ご飯ちょっと早めにするの、うん、それで夜食的に10時とか、うん、だから年越す前に食べてる、うんうん、え、でもまあ正解はないんじゃない。あるの？ないの？いや、わかんないの、わかんなくて。ちょっと調べたい。私いつもさ、年越しそばって。でもね、年越し、なんていうの、その年越してる時に食べてる、12時、違う、11時55分ぐらいから食べ始めて12時5分ぐらいまで食べてるみたいな、年越しながらっていう人もいるんよ。うん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 。なんなん？え、でも夕飯と夕飯後がほぼ半分の結果にって書いてある。
夕飯として食べるのが一番全国で多いらしい、はあはあはあ、でご飯の後にが僅差で 40% ぐらい、だ林だけみたいな感じで、ね、そうで年越し後に食べる、年越しに食べるの少な、年明けに食べるのはどんくらい、何パーぐらい、ないあほぼない、だって初めて聞いたもん、夜ご飯として食べるのが 46% で、うん、ご飯の後に食べるのが 40% やもん、 86% やもん、あと 14% のだけ食べないっていう選択肢と、食べないって選択肢と、だから年越した後ってことでしょ、でもなんか地方でも違うみたい、なんか九州の人 は夕ご飯の後に食べる人が 60% ぐらいいる、北海道とかでも関東は夕飯として食べるみたい、でも私年明けてから食べるって今日この長い私のこの数十年間の調査の結果初めて出会ったのに2人もいたことに驚き、だってここにないんですもん、後にあの年越し後に食べるって選択肢しやろ夕ご飯として、夕ご飯の後に、夕ご飯の前に食べないのよしかない大分の人ってこっから指数えるよね、えどっから 1,2,3,4 って、それ多分思い込み偏見、いや違う、私の友達の大分人もこうやって数えてどうやって数えるのじゃあみんな 1,2,3,4 で、え皆さん多分年だよ年、え、りょうかは年だよ、ほら、親指は親指から、ほら大分の人、あの親指を折って1、人差し指を折って2、3、4っていう数え方が静かな波りょうかで、うん、キラサチは1が人差し、グーの状態から人差し指をパッて立てて1、それに加えて中指を立てて2ってしていく、あ、そっちかも、え親指からは合わせよう、え、1、2、3、4ってすんの、うん、1,2,3,4 じゃなくて、え、じゃあ例えば集合しててメンバー全員揃っとるかなって 1,2,3,4 じゃないですか、それは指でこう3だけで別にこれは必要なくえ、あと何日かないと 1,2,3,4,5 じゃない、え、キラ本当にこっちか、え、だって私カルコークの振り違和感あるもん、何がちゃっちゃっちゃ好きが触れているのさ、親指から数える、あの時私めっちゃ気持ち悪いもん指の動き、そうさ、だってそれが普通やん私の、え、キモ、あ、人差し指からだな、指だから多分1,2,3 違うんだ、それは関係、大分だからとかは関係ないと思う、キエも親指から離れるでもあの振りでさ、ちゃっ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 て変やん、やっぱ変だろう変、いや、あれは普通に小指を立てたいんでしょ、うん、小指を立てたい、だからああいうのにしてるんでしょ普段どうだからで、キエに聞いてみよう、あんたどっちから数える、絶対関係ない、あ、すいませんね、話外れましたけど、まあ年越しそばはやっぱり、確かにその年越しそばのタイミング言われてみれば気になる、確かにね、みんなはつぶやいてほしい、うん、その聞いてるみんないつ食べるのか、もしかしたらさ大晦日に食べとるかもしれん、え、あ、今ね食べながら聞いてるの、キラはさ年越しそばどうして食べないの、あんまり好きじゃないとかってこと、それとも別にそういう文化がキラ家にはない、文化もないし嫌い、うん、でもそばって好き嫌い分かれるよね、うんうん、あったかいそば食べれないの私、え、どういうこと、あ、冷たいおそば、ざるそばはギリいけるけど、あったかいのはめっちゃ具合悪くなるの私、でもうどんは大丈夫なんだよね、あったかいそうめんも具合悪い、でもあれかそば、うどんは好き、あ、でもさあれですもんね、そばってアレルギーとかも別種ですもんね、うん、確かなんかそばアレルギーってあるよ ね確か、うん、そうそう、でもなんか別にさ、うん、でもあったかかったらそば、うん、とそうめんは具合悪くなる、うん、冷たかったらまあまあ、冷たかったらそうめんは大好きだしそばはいけるぐらい、そば、そうめんってなんて言うんだっけ、あったかいの、にゅうめん、あ、それだ、冷ややっこしか出てこなかったえ、でもなんかさ、しかも違うって言わん、なんかさ、にゅうめんはにゅうめんでありはするというか、なんかそのにゅうめんって言ってもいいけど、うん、なんかいろいろあるよみたいなの期間、いや聞く聞く、あ、そうなの、うん、あのなんかほらお湯でただ茹でるやつは地獄炊きとか言う、ね、すごい、あ、そういうこと、島原のやつとか、あ、ただ茹でて後にで、あ、それに、うん、タレをちょっとつけてっていう、あ、そういうことなんだな、どういうことだろうって思ってた、そういうことか、私あのお味噌汁にあのそうめん入れるの好き、美味しいよ ね美味しいよ ね、 あれよね、そうめん食べたくなってきたお味噌汁にそうめん入れる人マジで無理温かいそうめんよりも無理温かいからね、温かいそうめんよりも具合悪い、マロニーとか笑いよ、めっちゃニャムニャムするよ、え、マロニー、え、マロニー味噌汁入れるの入れんけど思ってるじゃないんだけど入れんけどダメじゃなくて、それはダメだって、それはダメだって出したら優先って、糸こんにゃくと一緒、お鍋、あのおでんの糸こんにゃく、糸こんにゃくも味噌汁に入れんだよ、味噌汁に入れる間考えてほしいお願いやけど、おうどんも入れないもんね、
まあ確かに、だから野生馬的な感覚。野生馬って何？あれ野生馬って置いたの。あのもうそう味噌汁にそうどんはギリ許せるよ、なんか団子汁みたいな団子汁みたいな、まあ許せる、うんうん、いや嫌だけどね、うん、許せるけど、うん、でも後藤うどんも嫌でしょ、味噌汁に後藤うどん、あいいよ、サヌキうどんならいいやろ、まあ、確かにそれさ太さに言おうと思うえけん白雪のうどんはいいけダメけど、うん、冷凍うどんならいいみたいな、カトカトキチの冷凍うどんそうはいい、カトキチはいい、えれお味噌汁におそうめん好きな人手挙げて、はーい、4票悲しい顔、今日作ろうかなと食べたくない、えでも九州だけ、え分かんない、みんな入れる、おそうめん入れるのと卵を落とし卵を入れるのは九州って入れない、卵入れない、入れるの、何に入れるの、味噌汁に、味噌汁に落とし玉ねぎとかわかめとかで落とし卵落として初めて聞いた、初めて聞いた、あ本当、あれなんか味噌汁2日目の時は入れたりする、あうん、でそのまま味噌汁2日目、うん、いやプロ3日目とか言うな、でも味噌汁普通に2日食べるわ今プロ3日目が出てきたでも違う、優しいね声優の方がね、うん、お風呂が綺麗になる入浴剤みたいなのを作ったの、あの温泉とか用の、うん、だからそれ入れて気を休めて3日入ってるでもみんな、うん、なんかさ言ってくれてたね、一人暮らしだからとか言って、そう一人暮らしだからって優しかった、本当それ優しいなと思ってみんな優しいのいや卵はちょっとそれで煮るんですよ、ちょっと半熟ぐらいにすると美味しい、うん、美味しい、私卵好きだったらぜひやってもらう、卵は好きだけど、あじゃあぜひ一回ちょっとやって、でもそれは卵感が残ってますか、どういうことですかなんて言うんだろうな、チキンラーメンの卵になりますか、あなりません、もっとちゃんと熱せればいいんです、だから白身もちゃんと固まるし、うん、固めてほしいな、黄身も半分固まったぐらいの、あちゃんと中まで熱はとろーんってしないぐらいでもいいし、うん、あチキンラーメンのあの卵がダメで、あの分かる、チキンラーメンを3分待つ時の卵が無理なんです、うんうん、鍋で1分の時に卵を入れてぐしゃぐしゃってするのは好きけど、割って3分待つ時のチキンラーメンの卵が苦手なの分かる、うん、先にね卵だけレンジすればいい、あ洗い物増えるからやめとこう、じゃあ同じ、おいすごい、うん、おすごいね、あのね卵の話をしていい、いいよあね、カップラーメンのさ、醤油とかの普通のヌードルカップヌードル、ヌードルカップヌードルを食べた後にさ、汁だけ絶対残るやん、うん、その汁、卵、溶き卵にそれを入れて混ぜて、うん、レンジで3分とかしたらさ、茶蒸しになる、茶蒸しになるね、シーフードとかめっちゃ美味しいよね、めっちゃ美味しい、カレーはちょっと無理、卵にスープを入れるの、卵を溶いて、スープも入れて、混ぜてチンするだけ、うんっていうのをなんか吉高由里子さんがやっててだからあとあれもそう、あのうどんの残り汁とかもそう、なんか私は吉高ちゃんがそんな、なんていうの、そんなジャンキーグルメをやっていることに衝撃を受けてでも私毎日茶碗蒸し食べてる、家で夜ご飯ラーメン、いや汁で、汁でじゃないけど普通に白だしと水入れて直接も卵2個割って5分ぐらいチンしたらもうそれでできるから、いい感じになるよね、そうで、あの洗い替えのコップがなくなるまでそれ貯めてやってる、洗おうよ毎日私の家のコップの量多すぎてお母さんびっくりしとった一人暮らしに10個くらいあるもんね、茶碗蒸しエピソード喋ってい いいよ私さ、ちっちゃい頃ね、よくお母さんがねプリンを作ってくれてるの、うんうんうん、そうで茶碗蒸しも作ってくれてるの、うんうんうん、でも子供だから2つ比べたらプリンの方が嬉しいわけよね、うん、そうね、で、うんうん、作る時、うん、絶対同じ容器で作るよお母さん、うん、茶碗蒸しとプリンを、うん、同じね調理器具なんか特別なのうちにあって、うん、で作れるんよね、うん、だけ同じ容器にできるんやけど、うん、それを冷蔵庫で見た時の、うん、どっちかなっていうカラメルとか入ってない、カラメルは作らない、私が、はい、あの手作りのカラメルの味好きじゃなくて、うんうんうん、お母さんわざと作らんのさ、うん、で私はぁって思ってあの容器が冷蔵庫に、私お母さん何も言わずに作るんよ毎回、うんうんうん、もう気分でパッて作って、うん、作ってって言っても作ってくれるの、うんうん、たまにポンってあってパッて見てどっちかなって思って、うん、ちっちゃいけん分からんの私、うん、子供やけん、うん、今はもう作ってくれなくなったけん、うん、どっちかなって思ってこそって食べるんよ、うんうん、食べる茶碗蒸しね割合的には何パーぐらい、茶碗蒸しばっか、あでたまに
甘いってなって嬉しい思い出がある。かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。さて、そろそろお時間となりました。メッセージいつでも待ってるので気軽にどんどん送ってください。待ってます。それではここで一曲聴いてもらいましょう。ミルクセーキでセイット。サッチーのコクッチーのコーナーです。1月3日月曜日は北九州市あるあるシティのイベントに、そして8、9、10の3連休はミルクセーキ2年ぶりの東京遠征です。またまた、そして今日大晦日のどこかでミルクセーキ1年に1度の福くる袋が発売されます。この時間もう販売されてるのか分かんないんですけれども、特典券とかだったりが入ってるのももちろんなんですけど、他にも手に入らないグッズとか特別な権利とかいろいろ詰まってるので、権利がね詰まってるので、皆さんぜひゲットしてください。はい、お願いします。年始からワクワクたくさんやね。そう、ね、やばい。このさ、私とね、ななみちゃんはさ、あ、じゃあ初めての東京遠征だから。そうじゃん、めっちゃ東京行きたかった。東京どころか九州から出るのが初めて。やばくない？しかもさ、3日のあるあるも久しぶりすぎてさ、待って、あるある何年ぶり？やばいやばい。2年、うん、もうオタクもしたいし、一蘭も食べたいよね、うん、え、一蘭小川ごまさば丼。ごまさば丼で行きます。まあこんな感じでね、終わりますね。しておりましたが、もう1年ね、もうこの騒がしいラジオ1年間ね、ありがとうございました。ありがとうございます。本当にいつ打ち切られてもおかしくない。本当さ、ごめんね太田さん。太田さん、今年もありがとうございました。もういつも耳をぶち壊しに行ってまでしているので、もういや、もう2021年もね、いっぱいぶち壊しました。ドゥルルルルは適度な長さで、よろしく頼む。はい、2020年はね、1時間番組に、2022年ね、1時間番組になれるように頑張ろうね。頑張りましょう。多分収録嫌になるよ、私たち。皆さんに2021年ありがとうございました。ありがとうございました。私を2022年もせーの、よろしくお願いします。いやいやいや、強くなさすぎる。今のはねって、ななみちゃん、ラジオで問いかけられると絶対おやすみ力席。おやすみ力席ってたの？そう、2022年もおやすみ力席なわけないやん。今からさ、今から新しい年始まるよって時に寝るのよ。いやー、お願いやけん。師匠さすがです。あー、もうこんな時間、今週のミルクセーキ大作戦、楽しんでいただけましたでしょうか。今年も聞いてくれてありがとう。毎週金曜の夜はぜひぜひ私たちミルクセーキにお付き合いいただきますように。それではまた来週、私たち長崎からミルクセーキでした。せーの、おやすみミルクセーキ。よいお年を。